いいね、ダッシュを覚えて。くらえ、ドン。体当たり。岩をも砕く体当たりなんだけどな。ジラフは耐え切ったか。ついだね。お母のはどうしてるだろうね。お邪魔しまーす。もう少しで女神像が完成するのに。何か代替品があればね。写真見てみて。ちょっと話題を変えるってことか。ウサパパはよく島の外れで見かけるおかねと。残念ながらありませんでした。おお。それはどういう感情。おか、あ、激怒。どうしたんですか。よくぞ見つけてくれたおか。え、いやだからこれはあげないよ、星のかけらは。いいのかな、貸してあげると。ああよかった。完全にプレゼントは無理だけども。お、せっかくなのでもっと女神像が引き立つところに。じゃあ、あのサークルの真ん中だね。大丈夫、一人で持ってける。やだよ、アンニカは手伝わないからね。ああよかった、ちゃんと。人類の知恵を使ってくれた。ちょっと人類かどうかわかんないけど、てかそこ大丈夫、階段でしょ。こけるなよ、絶対こけるなよ。せっかく作ったのに。まあお母のはね、仕事早いから。頑張れよ、橋、頑張れ。仮に壊してしまっても、すぐまた同じの作れそうだね。そして失敗作のセイフさん、あれどうすんだろう。ちょっとどういてってやって。投げ捨てちゃうのかな。力仕事は全部お母のがやってくれて助かったよ。あれ、セイブさんどこ行ったの。セイブさん、セイブさんは開いた。よかった。女神像綺麗だね。事前に失敗作でサイズを測っていてよかったのか。セイブさん大丈夫。いなくなってはなかったから。お、宝石から、星のかけらから、自ら女神像に。ピカ。おお、なんだ、全く読めない。3つの星の力を持つ者、星の力が集まるときに踊り子の装束で舞を踊るならば、お、お着替えしなくちゃ。閉ざされた世界を覗くことができるだろう。なんで読めんの、ジラフ。猫人間のシルエット、誰かに似てると思わないかい。いや、全くさっぱりわかりませんな。それに猫人間でも装束がないから、その自信どっから来んの、ジラフ。ジラフは何でも知ってるみたいに言うんだね。実際知ってるんだろうな。あ。やっぱりお父さんなのかな。今だいぶ意味深なセリフ言いましたね。生まれた時から知ってる。ストーカー発言じゃないですか。違うぞと。おお、綺麗。映えるね。どうしよう、星のかけら。あ、ついてない。俺にいいものあげる。お、赤い鍵、やったー。これで行動範囲が広がるぞ。一つ探していってみようよ。星の力、踊る時間。へえ、まあ星っていうぐらいだから夜がいいんじゃないのかな。星が見える。草木も眠る牛蜜アワーじゃないとダメかな。ダンスの先生がいるので教えてもらうといい。へえ。衣装、こういう裁縫が上手な人を探すと。3つダンジョンクリアしてもうそろそろ終盤かなと思ったけども、まだまだ続きそうだね。男の子に聞く、天文台で男の子に聞く。時間帯が重要か。
星のかけらの力は残ってる。ああ、よかった。ジャンプできないと困っちゃう。確かにね。写真はこうやってまた見せることができると。うさぎハウスにも赤い扉あったよね。勝手に開けちゃおう。これは何の部屋だろう。猫絵。あらー、綺麗。リアル寄りだね。お猫様。気のある猫だね。これでスタンプが19。ロープウェイチケット、三角山行きのロープウェイの乗車券。お次。おお、水着じゃないですか。水着じゃないですか。頑張って猫へ集めなきゃ。リサの家の脇の方、崖沿い、しばらく通れなかった赤い道。うん、赤い道というか赤い扉の先の道だね。回復ポイントがある。つまりここからダメージを食らう要素があるってことか。遠い足場まで届くにはダッシュを押しながらジャンプ。ほう、行くぞ。よいしょ。ダメじゃん。押しっぱなしだとダメなんだよな。解除してジャンプ。あれ、ダメじゃん。結構ダッシュジャンプシビアなんだけど。ちょっとずっこいやり方だけども通れちゃったな。まあいっか。まあ道中に猫絵とかがなければいいんだが。しかしダッシュジャンプは難しいな。これダッシュしてる時にね、こう連動したもダメなんですよ。ツヤツヤな布。おお、これで装束を作れるわけね。あ、まだ道がある。危うく帰るとこだったぜ。ボードがある。これ勝手に使っていいんですか。スピカ島海岸行きボート。動き出した。大丈夫かな。弾撃ってくる敵とかはいないかな。到着。いやー、いい船旅だった。時間はかかるけども、うん、なんだろう、いい休憩になったというか、ぼーっと過ごすだけでもいいな。うん、なんだろう、冒険要素はあるけども、なんかスローライフだよな。雰囲気は。赤い扉、灯台か。わあ、レールの匂い。あれ、炎のダンジョンで使ったやつかな。ちょっとパパいないと、あれ破壊できないんじゃないのかな。でも猫絵が、これはどこを指しているのか。大体埋まっちゃってるね。まずは道なりに登っていきますか。おお、だいぶ高いな。あれが、うん、さっきの剣で使えるロープウェイかな。かかしさんじゃん。ちょっと雷切りやってよ、雷切り。かかし娘、かかし子だ。眺め一緒。こげなとこで見張りワンやれて嬉しい。ところで、私特製のおみくずあるんだけど、それでかな。何が出るかな。本日のラッキーパーソン。ジラフかな。あ、一日一回なんだ。さて、灯台。うん。天文台とは別だろうね。あら、ダメか。緑色だから緑の鍵が必要か。まずは周りから。侵入経路と逃走経路の確認。お、トイレだ。まずはトイレの確認から。ワイヤー。ふぅ。にっこり。あ、ダメだ。留守なのか。でも電気つきっぱなしだぞ。いるっすかな。先にも赤い扉があるので、
それともこれは別ルートから来た時のかな。意外とね、ぐるっとつながってたりするところはあるからね。お、西武さん、こっちが天文台か。見晴らし台の西武さん、灯台に登ればもっと遠くまで見れる。まだ登れないけどな。そこら辺が岩で塞がっていて、うん、アンニカの体当たりで通れるようにしたとこだね。これ大丈夫かな揺れないこういう吊り橋俺絶対渡れない。子供の頃旅行でね、一回だけ渡ったことあるけども、死にかけたもう無理だったね。ギャン泣きだったよ、あの時。確か大人になってからね、どこだっけかな、日光だっけかな、旅行でね行った時に、こういう吊り橋じゃないけども、まあ広い橋でも一応形式上は吊り橋なところだけども、それもダメだったね。もうなんだろう、あんなそんなの揺れのうちに入らないじゃないっていうぐらいの揺れの吊り橋でもね、俺ダメだわ畑のは取らずに、こうやってね路上に落ちてるやつを取っていくという。さて天文台入りますか。時間帯によっては寝てるからダメだって書いてあったな。ほら人だ。可愛い男の子女の子どっちだ。ちっちゃ、君誰。僕男の子かな。私兄がよろしくねと言いつつ、きっと年上なんだろうなやっぱり合法ロリ、合法書だ。そっか話聞いてやれよ。おお、これは遠くの星まで見れるタイプか。早速3つの星、さっきの、うん、ストーンサークルのようだね。三色の星はなぜいきなり現れたんだろう。いつも夜通し見てる。うん、言ってたな彼も。昼間はずっと寝ている。多分鍵が閉まっててダメなんだろう。では、はてなはてなのまんまだけども、名前は。ちょっと矢探ししとくわごそごそ。なんか序盤はさ、調べられるとこいっぱいあったけどさ、なんかちょっと減ってきたよね、調べられるとこ。てか、あのコメントが出るところ。うん、よし、後ろからお母ののコメントを見よう。この髪すごく光ってる。お、やったー、登る。こっから撮っても緑サークルは出るかな。宝箱じゃん、やったー。おー、うまい。じゃあなー。ちょっと下ってみるか。ここはあのダンジョンのところとは別かな。この矢印が指してんのはあの小島なのか、それとも、よいしょ、ダッシュジャンプ、なんとか成功した。ここは今どこだおー、いい眺め。ダッシュジャンプちょっと慣れてきた。お、猫絵の示す。ここはあのプライベートビーチ、あ、プライベートビーチ周りだろうけど、ここはこのまま下っていけばいけるか。この高さだったら、よいしょ、一気に落ちるとねダメージを食らっちゃうけども、いてはあ、いいな、このヘッドホンもいいな
サイボーグにゃんこ。このヘッドホン私も欲しいね。耳が邪魔してつけられないかも。アンニカ耳はどっちなんだろうね。獣耳で、かつあフレンズみたいに耳こっちもあるね。聴覚があるのはどっちなんだろう。遭難船とかのある位置から奥の方に泳いできたところにも赤い扉。多分正規ルートはこっから入っていくんだろうな。お、そこの崖の裏も行ってみようかな。箱を下に持ってくれば上まで行けるんじゃない。これ2人で行く必要があったのか。これで落としてもらって、なるほどね、時間帯重要だね。ありがとね。奥に行くにはダッシュジャンプ。お、光る謎の破片。おっと、ためらってしまった。よし、届いた。この先には何があるかな。ウサエかな、猫絵か。ウサエはウサエで欲しいけど。おや、石碑。遭難犠牲者慰霊碑。こっちは何も書いてないというか反応しないか。謎の石碑、手がかりを示した章。まだ完成してないやつだな。あの破片になってるやつでしょう。君たちはずっとここにいるのかい。東大森のマリーなら赤の鍵で東大まで行けるから会いに行こう。我ながらよくできた丘。トマ少年。お、これで名前が判明した。何かを置けそう。さっきのやつですね。車に乗ってごきげんよう。これでいろいろなところに連れて行ってくれるに違いないわ。本当かな。倉庫行きじゃないかな。お、この離れ小島。なるほど、潜って中から行けるのか。登れるとこある。お、終わった、よかった。登るために作られた島だね。明らかに人工物だし。危ない危ない。猫へ。ほう、いいな。猫かぶり、この照れてる顔たまんねえな。これが衣装を作るのが得意って人なのかな。ここも時間帯によっては誰か来んのかな。こんな寝るところが用意してあるなんて。ここは時間帯によってだったか。そりゃ夜に。すいませんって言ってもね、なかなか難しいでしょ。あら素敵。わあかわいい。はい、目線ください。いいっすねー。